岡本太郎記念館は東京、青山にある美術館である。芸術家、岡本太郎がその父、岡本一平から相続して自宅兼アトリエとして使用していた南青山の資産を記念館としている。岡本太郎記念館には多くの彫刻、デッサン、エスキースなどが展示保存されている。1階には岡本が使用した筆や絵の具、2階には油絵。 彫刻などが展示されている。館内では写真撮影も自由である。岡本太郎記念館を運営する財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団は岡本太郎が死亡した翌年である1997年の2月に設立され、岡本太郎記念館は1998年5月に開館した。財団法人の理事長は平野明氏で、 理事として、川崎市長、安倍隆を実業家、伊藤石毛里、構造家、中田勝夫、資生堂会長、福原義春、美術評論家、山下雄二らが名を連ねている。岡本太郎は、この場所に1953年から84歳で、没した1996年まで暮らし、創作活動を行っていた。 岡本が初めに住んだ急遽は1945年5月、アメリカ軍による東京大空襲によって消失している。この急遽には、岡本の両親である、一平、かの子も共に長く暮らし、一家はここからヨーロッパに旅立っている。住居表示施行前のこの地の住所は、青山高木町三番地であった。日本の敗戦後に再建された建物は、岡本の友人で、 ルコルビュージェの弟子でもあった建築家坂倉純造の設計により建てられたものである。岡本の要望により積み上げたブロックの壁の上に突レンズ型の屋根の乗った独自の継承をしており、壁には岡本の描く顔と太郎の赤いサインが入っている。1970年に行われた大阪万告博の太陽の塔の構想もここで練られた。 春の岡本太郎記念館川崎市玉熊姿にある、川崎市、岡本太郎美術館、ABC アバウトアス財団法人、岡本太郎記念現代芸術振興財団、岡本太郎記念館のウェブサイト、平成24年3月4日閲覧、AB 岡本太郎年表、岡本太郎記念館のウェブサイト、平成24年3月4日閲覧、ABCDF e 役員、協議員、 岡本太郎記念館のウェブサイト、平成24年3月4日閲覧、アイランズ、東京の戦前昔恋しい散歩地図創始者平成16年1月30日発行、第一冊。ありがとうございます。